はい、どうも、次ですね。ドラゴンゲートの、まあ、遡ること、3.7 ですかね。後楽園の方でですね。3.7 後楽園の方で、ですね。藤井がですね、突如、ガンマと共に新しい軍団を連れてくると。ね、その新生の軍団はですね、まあ、歴史ありつつも、ね、新しい風が吹くよ、というふうに、言ってたんですよね。で、その次の日に、ですよね。翌日にですね、記者会見を開きまして、一体何があるかなと思ったらですね、なんとストロングマシーン軍団が 4.10 後楽園で襲来してくるということを発表しましたね。はい。なのでですね、このストロングマシーン軍団とは一体何なのかというのをね、今回はね、いろいろ喋ろうかなと思いますね。はい。早速なんですけれども、まあ、まずその前ストロングマシーン軍団なんですが、遡ること、1984年ですね、に、誕生したと、このマシン軍団というのは、ね、誕生しまして、新日本プロレスの方で初登場したと。ね、その時は、まあ、将軍家や若松と、まあ、いわゆる、ストロングマシーン、スーパーストロングマシーンかな、いわゆるね、1号ですか、と共に登場してきたのかな、まあ、2号、3号とか、後々出てきたっていうことなのかな、やと思うんですけど、まあ、マシン軍団として2号3号、1号2号3号と共に登場していきまして、新日本のマットをね、一気に席巻していったんですよね。まあ、で、その後いろいろあって、消滅したということなんですが、2018年6月の方で、スーパーストロングマシーン、ね、いわゆる先ほど言った1号ですよね、が引退となりまして、これはまあ皆さんの記憶にも新しいかなと思うんですけど、まあ引退したんですよ。ね。で、それでまあ、マシン軍団はもう完全に終わりかなと、ね、思っていたら、この約1年後、2019年4月10日にですね、スーパーストロングマシン J、スーパーストロングマシン F、スーパーストロングマシン G、この3人がなんとドラゴンゲートの方で襲来してくると。で、しかもスーパーストロングマシン J に関しては、実の子供ですね、スーパーストロングマシン、まあ、の、実の子供がなんとデビューすることが決定。となりまして、これはまあおそらくドラゴンゲートに定期参戦するのかなと思いますね。はい。なんでこのストロングマシン J、ストロングマシン F、ストロングマシン G、まあ F と G は誰かわからないですよ。正体不明ですからね。と、まあ J ですよね。実の息子、ジュニアの J かなと思います。プラスアルファ、マネージャーの将軍 KY 若松が、参戦することが決定しましたね。はい。なんでね、これ一体どうなっていくやら、今後このマシン軍団3人ね、一体、どういう風にドラゴンゲートにこう、噛み合っていくのか、ね、この化学反応ですね、ドラゴンゲートとマシン軍団のね、どうなっていくのかっていうのはすごい注目なところですよね。はい。もしかすると3人なんでね、トライアングルゲートにね、こう、入ってくるっていうことも、あるんじゃないのかなと思いますね。はい。で、まあ、この3人で来るということなので、ね、スーパーストロングマシーンと新日本プロレスさんの方ではですね、許可を得ているっていうか、まあおそらく、公認だと思いますね。はい。本人公認のもとのこの軍団ということなのでね、息子ということなので、もうすごいこれ期待が高いですよね。この3人の一体今後ね、ストロングマシーンは、どういう風に、ね、ドラゴンゲートマットをね、席巻していくのかっていうのはすごい楽しみですね。はい。ということで、まあ、今回この辺で終わりたいと思いましたね。努力よくよろしくお願いします。あと、リクエストコメントとかにもね、こちらの、ストロングマシーン軍団に関するコメントとかね、あと、まあ、いろいろあると思うんですよ。ストロングマシーンの歴史はね、他にも先ほど言った以外にも多分まだまだたくさんあると思うんでね、そちらの方ね、何かあったらコメントの方でよろしくお願いします。ということで、今回はコメントでございます。